恥ずかしいですね。さっきもう会っちゃってるんで、ここの人たちと写真一緒に撮ってるから、よろしくお願いします。石田です。多分卒業生の方もいらっしゃったら、まあ、在校生の方もいらっしゃると思うんですけれど、改めて、もう一度さっきちょっと挨拶させていただいたことで、ちょっと内容を重複するんですけど、今自分がどういう状況にあるかっていうと、煙突町をブーブルという本が、2、3年くらい前に出て、あれが39万部売れて、で映画が決定して、今その映画を作ってるっていう、そういう最中ですね。で、卒業式のスピーチも話しましたけども、まあ、自分はディズニーを超えるとか言っちゃっていてですね。で、この映画煙突町のプベルの公開日をですね、まあ、今のところスタッフには全員反対されてるんですけど、ディズニーアニメの新作の公開日の丸にぶつけて、で興行収入と同時でかつて一回やっちゃおうみたいな、まあ、30代のうちに、まあ、ディズニー追いつけ追い越せで、やろうっていうことを、まあ、してるやつですね。まあ、こんなこと言いつつ、ディズニーからあの話が来て、2色うちでやらないかって言ったら、すぐにもう尻尾切ってディズニーに行こうと思いました。で、吉本を倒すって言ってると思いました。まあ、一応、まあまあ、そういうやつっていうことですね。まあ、一人で動いてるわけではなくて、今はオンラインサロンとかやっていて、2万2千人ぐらいのチームでもって、エンタメで世界を取ろうとしている、まあ、そういうやつです。ざっくりと。で、自分がこういう人間ですから、何かこう挑戦する人に対してはですね、年齢関係なく、イケイケやれやれって言う方なんですけど、やっちゃえやっちゃえって言う方なんですけれど、まあ、その背中を押すからにはそれなりの責任は伴うなと思っていましてですね、まあ、言ってしまったら、挑戦した先に、一体何が待ってるのかっていうことをセットでお伝えしないと、背中を押すのはあまりにも無責任だなと思って、大体僕はビジネス書みたいなこれを用意していただいて、どうもありがとうございます。こういうことを書くときにですね、ビジネス書では大体、書いてるのは何かっていうと、もうざっくり言うと、僕たちの挑戦を阻むものは一体何なんだ、止めてしまうものは一体何なんだ、でこの正体さえ、要はもうその正体さえ分かっていれば、夢が叶う確率だとか、挑戦がうまくいく確率がぐっと上がるので、大体その僕たちの夢挑戦みたいなものを阻むものは一体何なんだっていうことを明確にしているんですけど、で、結論ですね、結論から先に申し上げます と、僕たちの挑戦を止めてしまうものは大きく2つですね。1つは、お金ですね。お金っていうのはつまりそうですね、例えばケーキ屋さんを出したら、このケーキ屋さんのこの家賃みたいなものが捻出できなくなってしまった瞬間に、僕たちはケーキ屋さんっていう夢を諦めなきゃいけないっていう、この、お金の問題が必ずつまり、芸人をやっていても、生活費みたいなものが捻出できなくなってしまった瞬間に、僕は芸人っていう夢をこう諦めなきゃいけないとですね、強制的に終わらされてしまうということです。お金の問題が解けなくなってしまった瞬間に。で、一つはそのお金の問題ですね。で、二つ目は、ここあんまり、聞き馴染みがないかもしれないですけど、広告ですね。広告って何かっていうと、こうケーキ屋さん出したら、このケーキ屋さんにどうやって人来てもらうんだとか、このケーキをどうやって売っていくんだとか、やっぱケーキも売れなかったらケーキ屋さんは続けていけないので、で本にしたって、この本も売れなかったら、次回作書かせてもらえないので、キングコング西野にしても、有名にならなかったら、芸人活動を続けていけないので、その広告っていう広く告げる作業ですね。広告の問題が必ずつきまとう。で、この広告の問題を解けなくなってしまった瞬間に、僕たちは夢挑戦みたいなものを、強制的に終わらされてしまうということですね。つまり、夢とか挑戦とかを、続けようと思ったら、このお金の問題と広告の問題っていうこの2つの問題を、まあ、解き続けなければいけないということです。で、すごく大事なんですけど、ここはその挑戦とか夢とかとセットなんですけれど、だけれど残念ながら学校でお金の話と広告の話って学ばないですよね。つまり皆さんは幼稚園の頃から、社会に出るまでお金のこととか広告のこととかほぼ学ばずに、社会に出てしまって、夢が叶う確率だとか挑戦が失敗する確率をぐーっと下げられた状態で社会に放り出されてしまうっていうそういう状態ですね。でこれは、あまりにも危ういので、大体本に書くときはそのお金の話と、広告の話を大体してざっくりしているんですけれど、今日はあんまり時間がないのでどうしましょうかね。広告の話をどうしようかな。ちょっとまあ時間があったら広告の話をするっていうことで、先にですね、まあお金の話をします。こっちの方が多分、これから生きようと思ったらこっちの方が、重要になってくると思うので、今、僕たちの、が使っているこのお金っていうもので、どういったことが行われているのかっていうことって誰もあんまりうまく喋れてないんですよ。お金の形、姿形はあのままだから、500円玉も1000円札も1万円札も5000円札もあのままだから、お金が変わったって言っても大体ほとんどの人がピンとこないんですけど、
でもお金の内容はこの 2,3 年で大きく変わって、これが何かでどう変わったのかっていうのを把握しておかないと、多分結構お金の面で苦労されると思うので、現代のお金についてお話をしたいんですけれど、そうですね、本の内容をここでもう全部喋っちゃうと、まあ時間が全然足りなくなる、1時間で全然足りなくなっちゃうから、ちょっともうだいぶ、はしょりながら駆け足で喋りますね。でいろいろあってですね、芸人辞めることにしたんですよ。これ前半6年ぐらい今飛ばしました。で喋ってると間に合わないから、まあ、とにかく25の時芸人辞めてみたんですよ。まあちょっとだけ説明するとですね、20歳の時に、跳ねるの扉という番組がスタートして、もっと言うと19の時にこの世界に入って、1年間死ぬ気で頑張って、で20歳の時に東京に出て行って、20歳で跳ねるの扉という番組がスタートしたって。でそこからむちゃくちゃ頑張って、25の時には番組がゴールデンタイムに上がって視聴率を日本で一番取ったんですよ。で、各局で冠番組いただいて、まあ、願ったり叶ったりの状況に行ったんですけれども、生活が良くなったし、チヤホヤされるようになったけれど、スターにはなってないなと。僕は、ファミリーコンピューター世代だから、ファミコンで例えるとですね、いいカセットを作れば作るほど、ドラゴンクエストだとかファイナルファンタジーっていうカセットを作れば作るほどですね、そのカセットの差し込み口である、ファミリーコンピューター本体を作っている任天堂にポイントが入るんですね。で、任天堂を超えようっていう話をしてるんで、じゃあカセットで作る、競争していいではダメで、もう全然違うゲーム機を作って、そのハードとソフト両方作ってしまって、プレステみたいな、でこっちの方がいけてますよっていう風に持っていくしかないなと思って、あ、じゃあこのテレビ競争はちょっと一回もうやめてしまおうと思って、25の時に、テレビから軸足を抜いたっていうんですね。でここの、前半の、今5分ぐらいのまとめは何かっていうと、競争に参加した時点で負けが始まってるっていう話です。要は今後皆さんが多分社会に出ていろんな競争に参加させられるんですけれども、そこでどんだけ一番になろうが、最終的には親にポイントが入るってことですね。そこでの一番は一番じゃなくて、厳密に言うとナンバー2です。本当に一番になりたければ自分でゲームを作ってゲームメーカーにならなきゃいけないっていう、まあ、これは、どのジャンルでも、それが出版に行こうが芸能に行こうが、なんかケーキ屋さんになろうが、基本的には競争に参加した時点でもう負けは始まってるよって話です。でここはちょっと押さえておいた方が、まあ、いいかもしれないです。これはどっちかって言ったら、広告の話ですね。あ、途中からで構いませんので質問を受け付けてください。あ、そういうことですよね。なんかそうでしたよね。僕今日なんか皆さんと対話をするみたいな感じで聞いてたら、僕が一人で喋るっていうイベントじゃないってことですね。じゃあちょっとごめんなさい、本当に時間がないみたいなので、14時40分頃に締めに入ってください。今じゃあ、もう今から質問した方がいいってことですよ。あ、そういうことですか。じゃあ一人で喋るイベントではないってことです、やっぱり。ごめんなさい、違うみたいです。どっちがいい、質問を聞いて、僕はこうじゃないのって言う方がいいのか、このまま一人で喋った方がいいのか、どっちがいいですか。じゃあお兄さんどっちですか。どっちがいい、質問、じゃあ質問ある方いらっしゃいますか。あ、じゃあもう片端から、じゃあ一番早かった、早く、はい、ツイートでも質問が上がってる、はい。あ、すいません、僕ツイートでも質問、あ、はいはい。で僕は音楽自分で作って、はい、この学校内でも作らせてもらって、すごい、はい、なんかこう自分でミュージックビデオを作ってらっしゃるとかしてるときに、なんかこうちょっと自分で演技したりとか自分で脚本考えたりして、はい、軽くちょっと炎上みたいなしたことがあって、炎上した、はい、軽く。でも僕は物足りなくてもっと炎上したいんですけど、なんかもっと炎上する方法ってなんかないのかなって。なんだろうな、炎上したいの。したいっす。悪口を言われてる。あ、そうです、まあ、言われたりとか言われてるんで、どこ行っても言われるんで、なんかどうせやったらこう有名なやつ言われたいなっていう。有名ね。あ、有名になりつつこう言われたいなっていう、こう認知されつつ。ああ、難しいな。例えば、炎上もやっぱりこれ世間の人もっていうか結構メディアの罪だと思うんだけど、炎上ってやっぱ大きく2種類あって、本当におでんツンツン男みたいな、とかその何だろうね、コンビニのアイスクリーム売ってるところに入っちゃって、あれ炎上じゃないですか。あれ炎上じゃないですか。じゃあ僕の過去の、大きな炎上何かっていうと、6年前にむちゃくちゃ大きい炎上したんですけど、それ何かっていうとクラウドファンディングをやったっていうことで炎上したんですよ。つまり世間の人はクラウドファンディングその時知らないから、なんかよくわかんねえけど悪いことに違いないみたいなことで、まあ燃えたわけですね。でよく自分なんかは炎上商法みたいなこと言われるんだけど、これ炎上商法じゃなくて世間がバカすぎるっていうだけの話で、その要はこれをよくおでんツンツン男と一緒によくされるんだけどそのじゃなくて、これはもう議論のすれ違いというか、時代がついてきてないってだけで、そうだな、
2年くらい前に煙突町のプペルっていう絵本を、もう全ページ無料公開したんですよ。でももうネットで読めるようにしたっていう、まあ、だってどう考えたって本屋さんで立ち読み OK にしてるんだったら、じゃあ日本中の人に立ち読みしてもらって立ち読みの文法をでかくしてしまった方が、まあ、売れ行き上がるじゃないですか。で、やっぱりそのっていう、ロジックでですね、 無料公開したらやっぱこれも炎上したんですよ。そんなことしたらクリエイターが食いっぱぐれるみたいな。だけれど書籍の無料公開に関してはもうその数ヶ月後には出版の広告のスタンダードになる。で、炎上ってやっぱ2つあって、1つは本当にバカな炎上ですね。もう1つはただ世間がついてきてないっていうだけの炎上ですね。で、狙うんだったら後者の方がいいですよね。あのただただバカな炎上って、なんだろうな、誰も得しないんで、炎上させに行かない方が、要は炎上させに行っちゃうと、何くんだっけ、あ、浜崎です。浜崎くんの、要は活動を応援してる人がかわいそうだから。あ、なるほど。で、自分のことを応援してる人がいるんだけれど、少なからずいるんだけれど、炎上してる時も別にこいつは悪いことをやろうと思って炎上さそうと思ってさしてないから、こいつのことを応援してる人は、いや西野そんな悪いことしてねえけどなみたいな感じで、気持ちは保てたんだけど、あの時に僕がいたずらに炎上させてやれみたいな感じでバッてやってたら、この人たちも要は同じように攻撃されてしまうんだけれど、僕が炎上したらね、この人たちは多分やりきれないんだろうから、そういう表現活動するんであれば、議論のすれ違いの炎上はいいんだけれど、燃やし肉やめといた方がいいんですよ。で、の上でね、の上で燃やしに行くってことはやめるっていうことで、だけれど自分の活動をたくさんの人に知ってもらうっていうことに、ゴールにして、議論すると、そうだな、もうなんか今この時代みたいなこと言うじゃん、はい、前まではちょっとこう、会社があってそのチームでみたいなこと、はい、なんか最近よくこの時代みたいなこと言うんだけど、もうこの時代もう終わっていて、とっくの昔終わっていて、だってもう誰でも発信できるようになっちゃったから、要は全員が発信できるようになっちゃったから、前までは発信できる人が少なくて、上手に発信できる人が、だけれどもう今わかんないよ、ブログのタイトルの一つつけても、付け方取ってもこういうタイトルつけたら大体バズるよねみたいになって、もうこれは周知されていて、みんなその個の発信の、クオリティがグーッと上がって、個の発信力の均一化がもう、されてしまったから、実はもうこの時代は終わっていて、もう要は選ばれないと、全員が発信してるから、もう発信者にもう何の価値もない。じゃあこっから次どうなるかって言うと、もう間違いなく集落、集落、その子同士が横でつながってって、で、今度はあいつを応援しようだとか、4月はあいつを応援しようだとか、この横のつながりいっぱい作って、その都度そのもう5月は編集者のあいつを応援しようみたいな感じで、この横のつながりの集落の時代っていうか、集落でしかもう、世に出ていけないと思う。昔の本当にあれで、集落って本当にこう昔の村にあったようなあの関係性だよ。要は私これこの間してもらったからお礼に今度これをお返ししましょうみたいな、この横のつながりをいっぱい作っていった方が、それが多分オンラインサロン今ね。要は、もう例えば自分の周りだったらそうだな、堀江さんとか堀江貴文さんとか、幻冬舎の美濃さんだとか、落合陽一さんとか、まあ、みんなオンラインサロンで、あそこみんなちょっとずつ個の発信力はあるんだけれど、でももう一人では絶対いけないから、せーので組んで、せーので今月はこの人応援しようみたいな。なので集落作った方がいいかもしれない。あ、関係者を増やしていくみたいな、その横のつながり作ってしまって、はい、僕だったら、はい、堀エモンのオンラインサロンに入ってきて、入って、はい、そんなこと思いっきり発信しまくって、で要はそこで、信用稼いでしまって、はい、で独立するね。で、あいつ面白いなっていうなってしまって、じゃあ、まあ、とっとと卒業してかな。だから集落を作ったもん勝ちな感じですよね。あ、はい、あんまコンテンツがなんか独特になるっていうのはあんまりそんなに価値はない。いや、コンテンツ勝負ってちょっと難しくて、いや理想はね、はい、理想はクリエイターだったらコンテンツ勝負なんだよ。コンテンツ勝負なんだけど、コンテンツもまあ、よく言うんだけど、自分はもうさっきの話にまた戻っちゃうんだけど、例えばじゃあ皆さんが、そうだな、居酒屋に行きました、そこで美味しいポテトサラダ食べました、家帰ってきました、もう一回あのポテトサラダ食べたいなと思ってネットで検索したら、まあそのポテトサラダの作り方レシピはネットに絶対上がってる。その店が美味しければ美味しいです。つまり、あらゆるサービス、あらゆる技術、あらゆる情報が
もう、昔だったらちょっとけ、なんだろう、訓練した人だけのものだったのに、もう今インターネットによって、全人類の共有財産になってしまう。つまりどの店行ってももう美味しいし、どの電気屋さんに行っても大体値段が一緒になってきたし、もうまずくて高い店はもうなくなってしまったし、ハズレがなくなってしまうし、それで言うとコンテンツも全く同じで、どの表現も結局みんなレベルがグラーって上がってしまって、突出することが、かなり難しくなってきたってなってきたら、じゃあコンテンツもやっぱり、要はコンテンツ勝負ではもう選ばれなくなってきて、結局、こうなってきたら、時代は、機能検索から人検索になる。いや、同じようなコンテンツ、同じような、ポテトサラダ屋さん、同じようなラーメン屋さんがいっぱい並んでいるから、じゃあどお客さんはどうするかっていうと、どこ行ってもまあうまいから、あいつのとこ行こうぜっていう、あいつの店行こうぜ、あいつにお金落とそうぜの方が近いかもしれない。そうすると、集落を持ってるやつが勝つ。いや、この集落どうしてお金を回すから、だから結局コンテンツを、のレベルをグッと上げるのはもう当たり前の話で、で、そのコンテンツのクオリティが世界最高峰であるというのも当たり前の話で、そこからじゃあ選ばれようと思ったら、その集落というか人のつながりを作った方がまあバッて前に出れるかもしれない、ね、あ、そんなところで大丈夫ですか。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと一つの質問に対して俺が長いっていうことですかね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。サロン入ります。あ、ありがとう。まんまと。でもでももういらねえと思ったらすぐパッとやめて自分でやった方がいいと思う。あ、じゃあお兄さん、はい、こんにちは。こんにちは。国際学部4階の秋口です。はい、ちょっと真面目な話になるんですけど、はい、僕今学内でボランティア団体作って日々活動してるんですけど、で、質問っていうのがボランティアって西野さんにとって何なのかなと思って、っていうのも国連が今 SDGs を、まあ、誰一人残さないっていう理念のもとやってるじゃないですか。で、それに乗っかる企業が今どん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  SDGs に取り組んでいるんですけど、まあ、いろんな社長さんと話してて、その目的が自社のブランドを、まあ、上げることにあるんじゃないかなって思ってて、でも実際 SDGs を、まあ、掲げる前からいろんな NGO とか NPO が取り組んでいて、でもそのどこの団体も活動を続けるためには資金が必要じゃないですか。だからなんかそういう面では企業の力が必要っていうのも分かるんですよ。で、なんか最近はなんか社会的企業みたいなも出てきていると思うんですけど、はいはい、実際になんていうんですか、もともと企業っていうのはなんか何か社会にある問題を解決したいっていうものがあって、なんで社会企業っていうのはなんか全く新しいものじゃなくてもともとあると思ってて、で、例えばその例で言ったら、まあ、パナソニックとか、まあ、出光興産とかあると思うんですけど、なんか先ほどこの時代は終わった言ったはずじゃないですか。でもなんか僕的にはお金の面から見ればこの時代っていうのはまあどんどん進んでて、で、自分ファースト、で、最終的に自分が豊かになればいい、自分だけがお金持ちになればいいっていう時代になっていて、で、そのボランティア団体とかも結局はそのなんていうんですか、資金とかをまあ得ていく面ではなんか他のところと競争してって考えると、その流れに巻き込まれてるというふうに感じるんですね。なるほど、面白い。だからなんかもう一回ボランティアの本質っていうのを考える節目に来てるんじゃないかなと思ってて、で、そこでその西野さんにボランティアって何なのかなっていうことを聞きたい。なるほど。それこそ僕は阪神淡路大震災の被災者で、東日本大震災の時も、震災からすぐは行けなかったんだけれど、とはいえ2週間ぐらいかな、経った時にあっち、あの仙台気仙沼の方に行って、で、まあ、いろいろ見てきて、で、当然ね、あっこから1年間2年間ぐらいはボランティアの活動されてる方もやっぱ見てきたんだけれど、ああいうのすごい見ると、なんだろうな、ボランティアって僕はね、これ多分考え方いろいろあると思うよ。やってることはもう超正しいし尊いんだけれど、結論は例えば被災者の方を助けることでお金稼ぎしないと、まあ、続かないなっていう感じはしたね。要はあの1年ぐらいやっぱりボランティアの方もそれこそね、あの被災地に行かれてあれやこれや活動しているんだけれど、じゃあこの人は、どっかで家族の方で養われていて、でどうなるかっていうと、最終的に自分の資金が尽きた時に、さよならっていうこの被災地を離れちゃうんです。これはもうこの人全然悪くない、物理的に、支援ができなくなる。で、
じゃあボランティアでいて何なの、結局じゃあ自分がバテたら、バテてしまったら助けなきゃいけない人を見捨てるのかっていう、結構そこになっちゃうから、僕は例えば、自分でも、ギャグでウェブサービス作っているんだけど、レターポットっていう、それは、まあ、文字を売ってるんですね。一文字5円かな、文字を売ってるんですよ。で要はみんな、千羽鶴とか作っちゃうじゃないですか、被災地に。で送っちゃうじゃないですか。あれが本当に被災地の人を苦しめてるなと思って、あれ良くない文化だなと思って、じゃあ文字を、売ってしまって、被災地にみんな文字を送るから、じゃあ被災地に文字を送ったら被災地にお金が入るという状況を作ってしまおうと思って、なんかどっかで例えば、西日本の豪雨があったりだとか、どっか北海道で地震があったりとかっていうのはもうバンバン寄付するの。だけれど寄付することで、レターポットの、まあ、名前が広まるわけね。で結局あれで、お金が稼げてる。じゃあそうするとレターポットのチームが、被災地の寄付が、レターポットのチームがやる被災地の、寄付だとか、支援だとかが、まあ、止まることがないと。なので金稼ぎをしてしまうと、被災地の人を使って金稼ぎをするんだっていうことの道徳としてどうなんだみたいなことが大体上がるんだけれど、でも違うぞ、お金稼ぎしないと止まってしまうんだよっていうことは、そこ考えた方がいいと思うけどね。なんかゴールはどこなんだっていう、その自分が嫌われることが嫌なんだったらもう話はもうそこで終わってしまうんだけど、ゴールはじゃあ被災地の人を助けるだとか、個人の子に何かしてあげるだとか、ゴールはそこなんだから、そのためには僕は結局目的が達成されないものは あんまり好きではないので、なので被災地の人助かるんだったらやっぱお金稼ぎはするしみたいなことで、お金稼ぎするって言ってもあれだよ、別にそれやって懐に入れるっていうそういう話じゃないよ。要はこの活動してる人がちゃんと食っていけるだけの活動してる人と、そのご家族の方、そのビジネスモデル作った方が、あんまりね、俺は吉本がなんか SDGs とかやってるからあんまり大声では言えないんだけれど、基本的にはちゃんとビジネスにした方が救える人が増えんじゃないかなとは思うね。だからボランティアは僕やんない。それこそね、短期的なやつはするよ。わかんない、その友達の家がちょっとこう崩れてしまいました、まあ、じゃあ一緒に瓦礫を解けましょうみたいなことをするんだけれど、長期的にこの人たちを助けていかなきゃいけないっていうことになってきたら、ちゃんとビジネスするね。ビジネスにしてちゃんと、じゃあこうで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 ここで、マネタイズしたら、この活動って止まんないよねっていうところにデザインして、それをチームのみんなと話し合ってやるかな。そこまでいかないと止まっちゃうかもしれない。でも実際もう止まってきた歴史がもうあるから、じゃあそのそれこそ被災地のボランティアの数、当時と今とで比べたらだいぶ減っていて、減った理由何かっていうと支援疲れだね。支援バテ、いや自分の、財力がなくなってしまったから泣く泣く止めてしまうっていう、で結論そこに行くと思うけどね。だからビジネスモデルを作ってしまった方が助けれる人が増えるんじゃないかなって、結構シビアだけどね。もちろんそれをやるともう世間からものすごくバッシングされるけれど、でもそれでもやるのかって話ね。もう僕はそれでも全然、世間のバッシングってどうだっていいから、炎上とかも半年に1回とか炎上してたらちょっとあーってなるかもしれないけど、週に 4,5 回炎上していたらもう暖炉みたいな状態で基本燃えてるのが当たり前だから、またなんか言ってるなぐらいでパッて流せるから、これはでも一意見ね。僕の一意見は、僕は聞かれたらちゃんとビジネスにしなって言うね。そっちの方助けれる人が増えるんじゃないかなと思う。そんなところで大丈夫ですかね。待てます、お疲れ様です、ありがとう。じゃあ他ありますか。あ、じゃあこっちが早いです、すいません、休学中の4回生の方と申します。はい、今先ほどの話でちょっと、まあ、NPO 法人だったり NPO 法人の話があったので、それに発展させてご質問させていただきたいんですけど、私ファンドレイザーとしてはその NPO 法人でしたり、そういった方々の委託を受けまして、ファンドレイザーをしたりいうのは営業の一事業の一環として行っているんです。すごい、はい、それなんですけど、
例えば西野さんの場合クラウドファンディングからまあ、マネタイズをされたりということも最近では主流だと思うんですけど、はい、私の場合ヒューマンコマーシャルなんですよ。はいはいはい、それ何ですかヒューマンコマーシャル。例えばその街頭とかで立って営業活動をするというような募金活動に近いようなイメージでいいと思います。でそういったヒューマンコマーシャルをしているんですけど、最近その、まあ、例えばそのマクロ的なマイクロファイナンスにおいてもそのクラウドファンディングっていうのが主流になっている中で、はい、私みたいなその募金活動っていうのは、はい、ある意味逆張りだと思うんです、はいはい、今の時代のニーズに合ってるのかどうかわからないなっていうところで、はい、なるほど、はい、そこでなんかそこの2つの両者の差別化として、クラウドファンディングの場合、例えばここ例えば JICA の方にお金ちょっと落としたいなと思った意識がある人がやるのがクラウドファンディングで、私のようなそのヒューマンコマーシャルの場合、はい、あまり興味のない人たちに訴えかけて、まあ、例えば武器を募るっていうのが差別化なのかなってちょっとぼんやりしてて、はい、で西野さんならそこのなんか明確な差別化とか、もうネットと、まあ、今ちらっとお話しされましたけど、つまりそのオンラインとオフラインの大きな違いって一体何なんだっていう、で僕結構それ考えたことがあって、ライブのチケットを売るときって大体みんなチケットピアみたいなの使うんですよ。だけれどちょっと待てよって、チケットピアって例えばですね、エグザイルのチケットを欲しい人はエグザイルで検索しちゃうじゃないですか。なのでエグザイルのチケット売り場でダイレクトに飛んじゃうんですよ。つまりエグザイルのチケットを買いたい人が僕がライブ知ってるっていう、西野がライブしてることを知ることはないんです。こう飛ばしちゃうから。ネットでそういう、つまりでもこれがテレビだったら、例えばそうですね、さんまさんの番組見たいなと思ってボーッと思ってなんかこうチャンネルをザッピングしてるうちに、あれクリームシチューさんの番組やってる、これちょっと面白そうだな、さんまさんのところにたどり着こうとしていたのにクリームシチューさんで止まってしまうっていうところが、テレビでザッピングっていうのがあるから、それがすごくネットと、大きな違いですよね。でやっぱり、僕はそれをすごく思って、ちょっと待て、じゃあチケットピアでチケットを売ってて、チケットを売る段階でファンが増えることってもうないんだなと思います。エグザイルのファンはエグザイルの方に飛ぶんで、キングコング西野のファンはキングコング西野で検索して人間ダイレクトで飛んでるんで、いやチケット販売の段階でファンが増えることってないぞって、これはむちゃくちゃもったいねえなと思ったんですよ。で、ある時ですね、自分の独演会っていうライブ、一人でトークするライブがあるんですけど、もうチケットをピアで売るのやめて、2000枚のチケットを手売りしてみたんですよ。もうネット一切使わない。するとやっぱすげえ良くて、どうやって手売りしたかっていうと、もうツイッターで、待ち合わせ場所を言って、今日西野は近代のここに、何時から何時までここにいますと。で、チケット欲しい人は、ここに来てくださいみたいな。で連絡取り合って、こうやってチケット売ってると、例えばわかんないですよ、お兄さんとこう西野さんみたいな、ありがとうみたいな、こうやってチケット売ると、ここから2000万円売らなきゃいけないっていうことはもうこのお兄さん知ってるわけじゃないですか。しかも僕はもう ネット使わないって言ってるから、そうすると、このお兄さんがいや大変っすねみたいなこと言ってくれて、ああそう大変だよみたいなことを言うと、ちょっと西野さんもう2、3万円くれないですかみたいな、僕友達に売ってきますみたいな。でこの瞬間に僕のファンになる可能性がある人が 2,3 人増えた。つまり僕、ネット上でチケット売ってる時はファンが広がらなかったんだけれど、オフラインでやった時にファンが広がったってですね。募金も全くそうで、クラウドファンディング、僕のクラウドファンディングのことを検索する人なんてもうキングコング西野で絶対にダイレクトで飛んできてしまってるので、あそこでお金集めるのでは自分の支援者増えないんですよ。だけれど街中で募金をしていると興味がない人が通るから、そのテレビのザッピングとすごく近い状態で、だから差別化剥がれるとしたらそこです。差別化剥がれるとしたらそこで、まあ街中の募金の一番強いところはそこなんですけど、一方でこれは多分宿題だと思うんですけど、街中を募金している人に対してお兄さんはそういう方活動されているし、その裏でどんだけ大変なのかっていうのもご存知だから、ちょっと麻痺るかもしれないですけど、街中で募金している人に対してですよ、世間の人はどういう疑問を覚えてるかっていうと、募金お願いしますとか言うじゃないですか、募金お願いしますとか言ってるんですよ。
全然募金されてないんですよ。やっぱ素通りされるんですよ。で僕たちがあれ見た時にちょっと待てと、お前こんだけの人数で募金お願いしますって言ったら一人マクドでバイトした方が10人で募金お願いしますって言って1時間募金活動すると、いやお前らバイトした方が集まる方がでかくなるんじゃないのって思ってる人がいるってことですね。そこの違和感というか、そのそこはなんかみんなで話し合って、なんか多分そういう、あの僕は思わない、僕は友達が同じような活動しているから僕は思わないし、募金の側面っていうのはこういう活動してるっていう、あれ本当は宣伝なんで、お金集めるだけじゃなくてこういう活動がありますよっていう宣伝なんで、僕は思わないんだけれど、そんなもうあんな駅前であんなずっとお金入らないのに僕にお願いしますって言ってるぐらいだったら、お前バイトしろよって思ってる人は結構いるってことです。でそこのなんというか違和感みたいなのも、ちゃんとこう解いてあげるとすごくいいかもしれないですね。でもまあ結論やっぱオフラインとオンラインの大きな違いは興味がない人に見つかると。でも俺ねやっぱ思うのは、街中がいいんかな、どうなんだろうな。今でも街中ですか？人通りの多いところで一応活動してまして、はい、成果どれぐらいですか？1日、サイト自体はいくつかあるんですけど、1サイト大体5、6件ぐらいだと思うんです。で、あのなんていうんですかね、やっぱり単発だとあまり意味がないので、継続的なものを、まあ、一応募っているので、例えば自動引き落としといった形で一応お願いはしています、はい、あ、なるほど、なるほど。大変ですよね、それね、本当に。そうですね、毎度毎度大変ですよね、はい、大変ですし、ちょっとあの知名度がない、まあ、例えばその、まあ、クライアントさんの場合、その説明から入るので、うわ怖いなんかそっか、そこであの興味も持たれなかったらもうすぐにブイッといっちゃうので、はい、そこにいかにして興味を持っていただいてっていうところも、またちょっと営業のミソのところもあるんですけど、なのでまあ、西野さんのおっしゃるような革命のファンファーレ一度拝見させていただいたんですけど、あ、はい、あのこの場合一応広告塔になってあの営業活動をするっていうような形だと思うんですよね。はいはいはい、ちょっと業態としての形があれかもしれないです、多分あともう一つ取りこぼしてるなと思ったのが、はい、例えばそうですね、今この瞬間、はい、こんだけの人がいてお兄さんに時間がすごいあの渡されてるわけです。バトンがすげえ渡ってるじゃないですか、はい、これ大チャンスだと思うんですよ。大チャンス、大チャンスですね。今こういう活動されてる方がいらっしゃるんだっていう、はい、多分ここでむちゃくちゃチャンスだと思うんですよ。で要はこの感じで喋っていると、はい、街中で急に声かけられてるのとわけが違って、はい、安心感もあるまあそうですね、ちょっとより知ってもらえるかなっていう、はい、今ここすげえ大チャンスですね、はい、でこういう機会って僕結構あるんですけど、そこの時に多分取りこぼされているのはあれかもしれないですね。使う単語をもうちょっと簡単にした方がいいかもしれない。あ、俺、いろんなことしてるんですけれど、とはいえ、ナンバーグランド花月っていう劇場にですね、てか漫才ですね、デビュー当時からですね月30公演ですよ。今でもずっとそこだけは変えない。でそれなんでやってるかというと、単純にシンプルに僕は梶原君とめちゃくちゃおしゃべりするのが好きっていうのが一つですね。だからもう一つはネットで使ってる言葉とか普段自分たちが使ってる言葉がいかに通用しないかです。もう生グランド会議寄せなんで、おじいちゃんおばあちゃん来るし子供来るし、その時にですね、まず、オンラインサロンなんか絶対通用しないで、なので僕はそこで喋る時はファンクラブっていう言い方に変えるんですけど、みたいな感じで常日頃から、この単語は通用するのかしないのかで、しかも今広めるっていう話なんで、そうそうそう、はい、だから広めるっていう話だったら、自分に、しかも自分に興味ない人に興味持ってもらおうってなったら、単語、確かに単語は結構気ぃつけた方がいいかもしれないですね、はい、なるべく僕とはいえむっちゃ気ぃ使うんですけど、ビジネス書書くとき、はい、まずフェーズみたいな言葉使わない次のフェーズでねみたいなこと言っちゃうともう嫌いになっちゃうんで、だからそういういちいちで取りこぼしてるところがあるかもしれないです。僕は今活動としては今のままが結構強いなと思います。要は今のやられてることが、もうネットなんかほぼほぼなんていうんですかね、あんま力持ってないんで、そうですね、
あのだったらもうこうやって対面で、はい、もう1対1を1万回やってる人の方が1万人にあの網投げてる人よりも1対1を1万回やってる人が圧倒的に強いんで、今の活動を僕はまんまやった方がいいんだけれど、いいと思うんだけれど、唯一多分単語ですね。単語で取りこぼしてる層が結構でけえかもしれないですね、はい、それはチームのみんなと話した方がいいかもしれない、はい、この単語使うのやめないみたいな、いいかもしれない、はい、頑張ってください、お会いします、はい、ありがとうございます。もうちょっと終わっちゃうんです。でそうなんですよ、お金と広告の話をするって言ったんですけど、一つもしないまま、でもすごく大事だと思う。あ、それこそこの本は、もう、まあ、こんなことを出版社の人に言うと怒られるんですけど、もう本とか別に売れなくていいなと思う、買われなくていいなって、今読んでもらった方が、知ってもらったことの方がはるかに価値があるなと思ったんで、もう、新世界っていう本はもうネットで全部、全ページ公開してるんで、ただで最後まで読めるんで、そっちに書いてます。お金のことと、広告のことですね。一つ、言うとするのであれば、お金汚いみたいなことはもうとっとと捨てた方がいいかもしれないですね。それを持っているともう一生夢叶わないし、周りの人をむちゃくちゃ不幸にしちゃうっていう、でそのマインドでずっと多分日本はそういう教育をされてきたから、どうしたってそこからこう、まあ、言ってしまうと洗脳に近いですね。そう解くのってだいぶ難しいと思うんですけど、基本的にはもう汚いものではなくて、お金自体は、使う人に使い方に品がある、品がないはあるんだけれど、あれ自体は決して、汚いものではないです。そこだけ押さえておいた方がいいかもしれないですね。じゃあ僕からそうですね、皆さんに何かアドバイスができるとするのであれば、まあ、人生その何ですかね、まあ、いい時もあれば良くない時もある。で、辛いなって思う瞬間も必ず絶対あって、その時はですね、もうどうしようもなくなってしまったらですね、その時は、下を見てください。インパルスの堤下がいますね。皆さんよりももっともっと下にですね、もう本当に不幸のどん底にいるインパルスの堤下という生き物がいるんで、彼を見たら、あ、まだ私は大丈夫だなと思えるんで、辛くなったら、インパルスの堤下で検索していただけたら、楽しい人生になると思います。すみません、ちょっと短かったんですけれども、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。西野でした。西野さん、どうもありがとうございました。